岡田監督梅野にブチギレ。三盗を許したのは痛かった。牽制もせえへんねんから、初球あれだけやられてるのに牽制もせえへんもん。相手も絶対に負けられないという戦いに見えた。前と一緒やんか。村上4月30日初球は秋山にホームラン打たれて同じことやんか。初球って2回に E 型で逆転した。いやいや、次の1点取らんとやられるで。ってもう3回から言っとったよ。何の細工もないもんな。やられるパターンやこんなもん。見とったらわかるやろ。1点取らんかったらやられるでって3回に言うたわ。3回に岡田やっぱり梅野に苦言か。まあカード勝ち越しでいいしとするか。まあ今日の梅野は批判されてもしゃあない。勝つ気に負けた試合やな。牽制せえへんのは投手も悪いんちゃうの。シンプルに最初の3失点が悪いわな。取られ方最悪やって。サードに盗塁なんかさせたら野球できなくなるわ。明日からは牽制増えるな。広島の盗塁成功率が5割しかないらしいから、今日はものすごくうまくいった日なんだなと感じる。今年の梅野の肩は悪くないからな。坂本じゃなくなっても秋山に初球打たれる村上。